たします。私たちは戦争は嫌だ、北決めと申します。北区内の民衆団体が30以上接近をしておりまして、今日はこの王子駅、そして赤羽駅、十条駅、田端駅で、一斉の音材をさせて、いただきます。約1時間の音材になります。各団体の代表者、そして、議会議員の方々、または労働組合の方々から、簡潔なお伝えをさせていただきますので、どうぞお騒がせをいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。私は今日司会を担当をいたします、元議会議員の木村昇と申します。それでは最初、新社会党の議会議員、木村浩一からお伝えをさせていただきます。法人業務業の皆さん、国交通の皆さん、お仕事中の皆さん、下でお伝えをいたします。私は今日ここで、戦争が出た北区別との合同越冬宣言に参加をしております。新社会党の区議会議員、福田浩一です。私たちは憲法を守れというか基本的なことを言っております。憲法を箱橋に行ったには憲法記念日がありましたが、今憲法というのが国立にあまり理解されていない状況ができている。もちろん教育によるものでありましょうが、憲法とは一体何ぞやと。日本国憲法は3つの柱がある。で、私たちもこの日本国憲法の3つの柱を守っていこう。1つは基本的人権の尊重、1つは主権在民、そして憲法放棄による公衆平和。じゃあ憲法を持っていれば戦争になるのかという、そういった人たちがいる。憲法を守っていれば戦争にはならないと私は考えております。まず日本国憲法というのは、日本の権力者が土地狂って他国に戦争を仕掛けない、こういった決まりであるということを皆さんご存知でしょうか。よく他国から攻められてきたらどうするんだという人がいる。日本の憲法はそうじゃない。日本の憲法は日本が他国に攻め入らない、それを約束したものです。そしてその約束があるから、他国は日本は戦争を仕掛けてこない国なんだというふうに分かるわけです。戦争を仕掛けてこないと分かっている国にわざわざ戦争を仕掛ける国はないんですよ。皆さん、ロシアとウクライナの戦争の問題で、ウクライナに憲法があったら戦争は起こらなかったのかという人がいますけども、私はウクライナにもしこの平和憲法があれば戦争は起こらなかったと思っております。なぜか、ロシアとウクライナは歴史的にバチ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 やっていたわけですよ。アメリカの軍事戦略とロシアの軍事戦略が真っ向から対決している場所だったんです。そこでもし平和憲法があって、私たちは他国に攻め入りませんという、そういった国際的な約束があれば、これはもうロシア側にしてもここに戦争を仕掛ける必要性がないわけです。そしてもしロシアに平和憲法があったらどうか。ロシアに平和憲法があればロシアは戦争を仕掛けられないんです。平和憲法を守り広げていくということが、戦争をしない、そして戦争を仕掛けられない、そういった国を増やしていくものだと私は理解しております。そういった中で今怖いのは、この平和憲法がありながらも
この平和憲法を無視して憲法に違反するようなそういった文革が次々と進められているという現状です。憲法があり、これを守っていこうという大きな意思があってこそ、他国はこの国は戦争を仕掛けてこないんだ、安心できる。でも今の日本はそうじゃない。憲法があるにもかかわらず、軍拡を進めて、戦争の準備を進めて、敵基地攻撃能力を持とうとしている。こんな憲法を守らない国が近くにあって、周りの国は安心できますか？安心できないんですよ。今、憲法の危機と言われている、非常に戦争を身近に感じている人もいるかもしれない。それは憲法を守らないからなんです。この憲法、平和憲法を守らないから、今周りの国も緊張感を高めている。私たちがすべきことは、この平和憲法を守り、戦争を仕掛けない国であるという、そういった約束を確たるものにすること。軍拡なんて持ってのほかです。軍事を拡大しても、これは戦争を捨てることにはなりません。米ソの冷戦時代を思い出してください。こちらが軍拡をすればあちらも軍拡をする、あちらが軍拡をすればこちらも軍拡をする、その繰り返しで人類滅亡の危機とまで言われていた。軍事を拡大しても平和が作れない。だからこそ私たちのこの平和憲法が非常に大切であるし、軍事を拡大するお金があるんだったら、今これほどまでに壊されてきている国民の生活を立て直すのが先でしょう。お金の使い道違うでしょう。今働く人の4割以上が非正規雇用として働いている。年収200万円以下で働いている人が1000万人を優に超えている。将来に展望が持てない。少子化がどん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 進行していくのは、雇用が壊されているから、社会保障が壊されているから、安心して住める国になっていない。これを取り戻すのが先でしょう。それが政治の責任でしょう。軍費拡大して周りの国と緊張感を高めても何のプラスにもならない。私たちは平和憲法を守り、そしてそれを広げていく、そして平和民主党外交をさまざまな国と進めていく。その上で軍費に使うお金があったら、国民の生活のために使っていく。これが最も大切であると考えております。私たち今日は、戦争嫌だ帰宅免許ということで、ここ王子駅前、そして赤羽駅前、十条駅前、そして田端駅前で、駅頭宣伝、一斉の駅頭宣伝を行っております。そして今日皆様方にお配りしておりますビラは、私たち戦争は嫌だ帰宅免許が主催する、応援会、6月5日月曜日の6時30分から行います、半田茂さん、元東京新聞の方ですね、軍事ジャーナリストの半田茂さんを公式してお招きし、敵基地攻撃と日米一体化、こういったテーマで、講演を行っております。今日皆様方にお配りしておりますが、ぜひお手に取ってご参考にしてください。私たちは戦争は嫌だ帰宅免許に賛同する団体、私は新社会党の理事会に福田公選するなら、司会にマイクを持っていただきたいと思います。長野の本番は理事会議員の福田公選で、ございました。今日はたくさんの団体の代表から延滞を予定をしております。約1時間、午後10時までのですが、働いている皆さんや通勤途中の皆様方には大変ご参加でございますが、ご協力をよろしくお願いをいたします。それでは次に教育会見、先の会の大塚さんからお伝えをさせていただきます。大勢の皆様、こんにちは。私たちは、戦争は嫌だ帰宅免許に加盟しております、トップ会見帰宅の会のメンバーです。
私たちはいつもこの場所で、2年前の12月からこの場所をお借りしまして、いつも第4の日曜日、そうなんですけども、第4の日曜日はこの場所でちょっと改変というか、その後ですね、大仏閣を大仏閣の安保三文書改変という、先ほど福田法律的に区議からお話がありましたけども、大変な仏閣をする憲法の実質的な、もう憲法を変える前から憲法が壊れたような、そういうふうな、あと半分との改正というのを、昨年の12月の16日に閣議だけで決定しました。今それに基づいた法律が2つ国会に出ています。一つは長い
福島の事故を変えてみない原発再稼働を表明していますが、このことに正しい田中一郎さん、田中一郎から本会を立てていただきます。ご質問の皆さん、正しいですが、正直にお答えしていただければと思います。今、この日本にですね、戦争が間近に近寄ってきています。嘘だろうって思われるかもしれません。それはですね、テレビや新聞等のマスコミが、主に日本の西側、南西諸島、台湾周辺でのですね、日本側、アメリカ側が作り出している緊張関係をきちんと伝えていないからなんですね。戦争はある日突然やってきます。嘘だろうと思ったその時に頭の上からミサイルが飛んでくる、そういう時代になってきているんです。でそれをまあ大きく懸念して今日皆さんにここでチラシを配りながら訴えております。3つか4つばかり申し上げます。まず1つ、日本という国は自衛戦争といえどもすることができません。なぜ自衛戦争ができないのか、なぜ武器を持って戦うことができないのか、これは原発をこの日本列島に50基以上並べていて、これに向かってミサイルの 2,3 発でも撃ち込まれたら、もうこの国は放射能まみれになって終わるからなんです。いくらアメリカから本格の武器を大量に買って武装してハイデンティのようになったとしても、それで日本を守ることはできません。日本を本当に守ろうと思ったら、こうした戦争に至るまでに緊張状態を極力回避し、それを和らげ、さまざまな外交的手段話し合いの手段、表面上水面下両方サイドでそういう戦争の状態を作らないようにしていく、それを政府を筆頭に国民、またその平和外交平和交渉に協力をしながら進めていかなければいけないんです。ところが、この場ですよ、もうすでに安倍政権の時代からこの日本の政府、特に自民党と公明党よりも悪質なのは日本自身の会です。こういういわゆる戦争屋と言われている人たちは、日本の自衛隊を軍隊に切り替え、中国や北朝鮮を敵にし、その国々に対し武力的な威嚇を行いながら、あわよくば戦争を辞さすと、こういう態度でもう10年以上も続けてきています。その結果どうなっているか、例えば日本の西端与那国島ではですね、万が一武力衝突が起これば島民全員に船で避難をしていただきます。そのためのお金を皆さんに差し上げますから心配しないでくださいと、こんなことになっているわけですよ。遠い西の南西諸島のことだからといって安心などしておられませんよ。ミサイルがこちらにも飛んでくるんです。そしてもう一つ、日本が武力で戦うことができない理由のもう一つ、それは食料自給率は今現在 38% しかありません。万が一でも日本列島のどこかで武力衝突が起こったら、日本に食料品を運んでくる貨物船が港に着けなくなるんですよ。そうなるとどうなるか、日本の自給率 38% と言われていますけれども、だけどもそれは日本で作っているのが 38% というだけに過ぎないで、例えば肉の餌、これはほぼ 100% 輸入なんです。あるいは肥料、昨日の日経新聞に出ていましたけれど、肥料の値段が上がりすぎて農業生産が困難になっている。この肥料、あるいは種というのは、ついこの間まで米麦大豆については政府がきちんと開発をし、それを安く農家に提供するという法律を作ってありました。ところがこれを自民党と公明党と維新の会が廃案に廃止してしまっています。
そして野菜の種、これはほぼ 100% 輸入なんです。こういう種、そして肥料、そして餌、そしてさらに言うと労働力、農業の担い手さんはもう65歳を超え、老人の方々がほとんどですから、農業作業をする人たちも海外に頼らなければいけない。こういうですね、さまざまな要因を考えた場合、日本の食料自給率というのは 10% を切っているんです。 10% を切っている。この状態でどうやって武力で戦うんですか。戦国時代から言われてるじゃないですか、腹が減っては戦はできんですよ。できないんです。だから日本という国はハリネズミのように武装などするんではなくて、平和憲法を高く掲げ、全方位外交をし、確かに国の成り立つ時の存在はあると思う、中共中国や北朝鮮とも全方位外交の一環で極力緊張を回避していく、話し合いをしながら物事を進めていく、こういうことをしなければいけないと、私は強く思っていく次第であります。そしてもう一つ大事なことは、実は安倍政権の時代もその前もそうでした。今の岸田政権はもう典型的ですが、日本の政府経験というのはアメリカに対して従属をしすぎています。いわゆる対米従属問題というのがどんどん深刻になり、そして今回の宗教中国の問題についても、どうも菅政権が成立したときにアメリカに呼び出されて、これから台湾でことを構えるから日本は我々アメリカに協力しろと、どうも申し送りされたような様子があり、これをそのまま岸田政権が引き継いでいるような感じです。実は今からもう10年以上前になりますけれど、日本とアメリカの共同司令部というものがどうも作られているようでありまして、そしてその日米共同司令部というのは東京横田基地の地下にあるそうです。地下に、なんで地下にあるんですか。なぜ地下にあるんですか。そしてなぜ日米共同司令部なんですか。おかしいでしょ。そしてもっと大事なことは、もうはるか昔、ロシア支援の時代に日本が万が一極東で軍事衝突があった場合、自衛隊の指揮権はアメリカ太平洋軍の司令官にお預けいたしますと、こういうことを見てやって決めているんですよ。いいですか。横田司令部の地下の日米共同司令部が日本国憲法の上に君臨をし、断るときはそこが司令を出す、国民がその戦争に動員されるということがもう決まっているんですよ。よろしいですか。だから私がここで強く申し上げているのは、日本は今戦争寸前の状態にある。だからこれを止めるためには我々市民が立ち上がらなきゃいけない。具体的に何をするか、あらゆる選挙で自民党と公明党、そしてそれ以上に危険な日本維新の会を落選させるということです。以上です。ただいま田中一郎さんからお伝えをさせて、いただきました。今日は議会議員の方も来ております。先ほど聞いた会場の議会議員中田光一からお伝えをさせて、いただきました。その前にですね、青木のみで、今回、初当選をされた青木のみで、さん、立憲民主党から皆様方にお伝えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきました、立憲民主党、北区議会議員の青木信恵です。
私は子供の頃から祖母が戦争を体験した、祖母や母から戦争の悲しさを見てきました。子供心にとても怖いと感じたのは、母がいつもお腹を空かしていた、食べるものがなかった。そしてすぐ下の母のすぐ下の妹は幼い時に大きな病気ではなかったけれども、光もかかれず、薬もなく亡くなった。そういったことを聞き、本当に戦争って怖いんだな、そういうことをずっと感じていました。今、そういった戦争を体験した方から声を聞く、ちょっと若者が見つけています。どれだけ戦争が楽しいか、怖いか、そういったことをしっかりと伝え続けていかなくてはいけないと感じています。1945年の3月10日、東京大空襲が起こり、母たちは保管していたと言いましたが、たった2時間、その一晩に10万人が亡くなり、20万人が亡くなり、6万人の被災者が出ました。そのような日本は、被爆の改善も経験してきた国です。憲法9条で彼と戦争放棄を歌っているにもかかわらず、今戦争に向かっているような分割が起きているような、そんな恐ろしい状況が起きています。私は子供や女性高齢者の居場所作りをしてきました。一人一人にとってとても大事な居場所です。でももし戦争が起こったら、この居場所はもう横取り取られてしまうんです。こんな恐ろしいことは起こりかねないんです。しっかりと女性や、そしてこういったことが起きたときに誰が一番の犠牲者になるかといえば、やはり弱い立場に置かれた子どもや女性や高齢者なんです。まずはしっかりと私たちが連帯し、声を上げ、軍拡を止めていく、またこの軍需産業強化の法案採択にも絶対反対を貫いていく、命と暮らしを守っていく、そのようなことに向かって皆さんと連帯して進んでまいりたいと思います。今日は皆さんとここに集い、大きな声を上げて活動できること、ここにお越しいただき本当にありがとうございました。私もしっかりと皆さんと一緒になって声を上げ活動を続けてまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。小田井さんのお伝えは、区議会議員の青木信恵さんで、ご覧になった。引き続き、議員長でお伝えをさせて、いただきます。それでは、伝統を止めない企画、全員委員会からアピールをお願いをいたします。おいで一等ご通行中の皆さん、茨城大変お話をいただきますけれども、茨城私たちのお期待をお聞きいただき、そして、今暮らしもお伝えをしていますので、ぜひぜひとってお読みいただきたいというふうに思います。私たちは戦争は嫌だ、しかしネットという市民団体、あるいは労働組合を32団体が設置をして、2つの中で憲法改悪は許さない、戦争への道は許さない、この戦いを続けるべきだったと思う戦おうということで、集まって、主張を入れています。で、今日は6月2日、この近くの北東屋のスカイホールで、半田茂さん、軍事ジャーナリストの半田茂さんをお呼びをして、
今の岸田内閣、岸田政権の不全な動きをみんなで考えよう、そして活用しよう、適用しようということで、講演会を企画をいたしました。ぜひ、自宅にお住みの方、または働いている方、あるいは皆さんに、このお話をぜひ聞いていただきたく、今日の方々にお伝えをしている次第です。今、大変危険な流れになってきています。岸田内閣、安倍政権から岸田政権に変わりましたけれども、いかにも、ハト派だと言われてきた岸田さん。しかし、総理になって今まで進めてきた中身は全くそうではありません。残念ながら大変厳しい戦いになります。前日まで G7 サミットが広島で行われました。広島被爆地です。脱原発、反原発の行事が土地です。そこで広島宣言が出されましたけれども、残念ながらその中身は全く進んだものではありません。今は世界で進められている軍拡核兵器の保有国が決まりましたけれども、しかしその中で抑止力ということで、それが決まされています。納豆ということにはなっていないのは現実です。残念ながらこういう中でのサミット、私たちはその中に対してもきちんとものを申し、いわゆる核がない世界を皆さんと共に作っていくことが大変重要になっているだろうというふうに思います。また今国会の中で先ほどから何人かの方も触れられましたけれども、軍事産業強化法、これは今審議がされています。それと軍拡財源確保法の方は、これも審議がされています。この2つの法案、大変中身を考えてみると良い中身になります。岸田内閣は昨年暮れに防衛三文書の改正を行いました。その中でさらに軍拡を進める、そして非攻撃と言われていた中身を反撃攻撃能力という言葉を変えましたけれども、そして攻撃能力、先にこちらから手を変えてが、そういう状況を見せれば先に発射することができるという中にも生成を考えています。そのためにさまざまなアメリカから兵器を購入する、そういうことで、いろいろ予算が今含まれています。今まで戦後日本の防衛政策の基本は専守防衛でした。しかしここに来て、戦争をできる認識を進めているのが今の岸田内閣の本質であります。で、私たちはこの中身に対してもきちんとものを持っていきたいというふうに考えています。防衛費が、増税を含めて防衛費がこれから GDP 2% まで拡大をされます。今回の財源確保法の中では、それを直接はこの中では、増税とは言わない、そういうごまかしをしながら、例えば福島の復興財源からお金を持ってくるとか、そういう形で国を決めます。目先を膨らまそうとしているのが今の現実で、私たちはそのことに対してもきちんと応援していかなければなりません。現在私たちの生活はどうなっているのか、大変な物価高の中で、政治的にで、大変生活が厳しい、そういう状況になってきています。昔言われました、大本かバターか、定期か生活かということです。私たちは兵器ではなく生活、バターで生活を動かす、そのために財源を使って、そのことが今一番求められているだろうというふうに思います。皆さんと共に今の岸田内閣の分割路線、そして憲法改悪路線を強くするために、皆さんと共にこれからも頑張っていきたいというふうに考えています。
そのためにも、ぜひ、東京の北のスカイホール、あるいは、ボストリア、スカイホールでの神田茂さんの講演会、多くの皆さんに参加いただき、皆さんと共にその中身を考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強させない一つ一千人委員会からの本会でございました。それでは、先ほど立憲民主党の青木信平さんからお伺いがありましたが、前北知事会議になります。佐藤有樹さんから、お伺いをさせていただきます。こんにちは。今紹介しました。本田さんという上手中の上手市民方からの交流を受ける予定です。現地問題の専門家としてもいい安田さんを知っていつでも取材が同じに私もよく愛読を聞かせてもらっています。基本的には日本国憲法の規定、この政府全部から流れる日本国憲法の平和的政権というのを憲法に規定したその考え方というのは世界でも高く評価をされています。そういった会議も改めてそうです。 G7 に集った、方々の中にもそういった思いを持って日本国憲法の秩序全部制約制度でこうした考えをやはり世界に貫くすべきだ、そのような思いを持ちながら参加をする方もいらっしゃる、あるいはそうした国の人々多くの国民がそのように思われている、こうした中でも別の会社になったということで、その G7 の議定について、より議論、評価が出されていますけれども、一貫してこの半田さん、まさに平和憲法の立場から、今の文脈の流れの規定性について、提唱を鳴らしています。ぜひ、そうしたお話を皆さん受け止めていただいて、ご判断いただきたいと思うんです。その意味で、6月5日の特色や、今チラシを巻いておりますが、もう一つでもスカイホールスカイホールで開催いたします。5月5日の午後6時半からぜひご参加いただいて、いろんな問題で疑問に思っている方が多くいらっしゃると思います。ぜひお考え、自治家の考えを整理をしていくためにも参加者のご応援をいただきたいところからそう思います。今いろんな意味で意見が分かれているというのは、全部ウクライナのソ連の侵略だと思うんです。ウクライナが一方的に武力を持って現状を変更させられようとしている両方の侵略されている、こうしたロシアの行為については世界で糾弾されています。私たちはその通りにそう思います。ロシアの戦争行為をこれをいかに早く喜べるか、ヨーロッパの政権でどこかって生きるような、そんな戦争をさせてはならない、そうした思いで日本は動かなければならない。まさに政治局 G7 と言われるほどの超大国を含めましてのリーダーはこの方向で打たなければならないけれども、残念ながら戦争には戦争、あそこで F16 の会議をアメリカ大統領が承認をする、そういうニュースが流れる、言うならば軍事強化の逆走を果たした
していられなかった。私たちは思うんです。あのロシアのウクライナ侵略をめぐっての、この現状、流れる報道の映像を見て、やっぱり戦争してはいけない。戦争によっては平和を守ることができないんだ。どうですか、皆さん。銃を失う2000、小規模のミサイルが飛び交っているわけでありますけれども、イスラエルの兵士の命と一般市民の命が膨大に失われていることはありませんか。今、戦場は都市、めぐっての戦争にあるんです、近代戦争は。それまでは、今、家康だったかな、NHK でやってるドラマ。あれは町の人の離れたところ、そこで戦場ができて、戦場で突破しているのが、昔の戦争のテーマでした。で、敵側の発戦というのは、これがそこに住んでいるというふうに当たり前に、今は東京大空襲を我々は経験したじゃありませんか。そして広島、長崎の原発が経験したじゃありませんか。一晩で10万、20万の命が失われるような戦争を、あの第二次世界大戦以降、やるようになったんです。もうちょっと早く言うと、第一次世界大戦で飛行機が発明されてからそうです。都市部の住民を大量虐殺をする間によって、戦を続けていくという戦争の意思、停戦能力を失わさせていくという戦争体に変わっていったんです。ですから、私たちは戦後、第9条を宣言をして、二度と戦争をしない。それは日本の人々の国民にとっての平和的生存権を守るという宣言であると同時に、アジアの民、世界の民に発した宣言だったんです。そういうふうに戦争のスタイルが大きく変わった。戦場で兵士の命が失われるだけじゃなくて、都市部に生活している多くの人の民の命が奪われるのが戦争。そういうスタイルになったが、戦争してはいけない。そのために政府は責任を果たすべきだ。そういう約束を変わったのは、日本憲法、あの、令和憲法です。ですから、よく言われる通り、戦争というのは国家の暴走です。利益を、その戦争のために利益を、一束、そこに入れる業者がいらっしゃる。旧、民間がそうではありませんか。派閥、財閥がそうだったじゃありませんか。今、三菱重工を協定とした電気産業が生まれています。アメリカでもそうです。その産業、複合体制の中で、一束を設ける、その経済勢力が、政治を握ることによって国家は暴走する。一方で失われる人、一方で一束儲ける経済政治が生まれる。その中で民が犠牲だとならないのか、国境を越えていくのも、それこそ日本人だけじゃないわけでありまして、あの第二次世界大戦に2000万の命が生まれたんです。その大半が、多くが兵士ではなくて一般市民の命です。その一般市民の命が失われるようなことをしてはならないということを、私たち日本は戦後、日本国憲法によって宣言をし、その約束をずっと続けてきて、今年78年、20年なんですね。こういう流れです。ですから、こうしたものは今、世界からずっとずっとそれは尊敬されてきます。今、なぜそれを日本自らが捨て去ろうとしてるんでしょうか。実は、憲法改正をしたい、憲法改悪、憲法改悪をしたい、安倍さんは必死にそんなことだけで言ってでやってきた方です。8年以上に我々の政権を取ってやってきましたが、彼にとっても成功することはできない。結果的には、アメリカはどうしたか。もう憲法改正、憲法改正は諦めるけれども、実質的に戦争的な体制に日本を持っていこう。アメリカの先生としてのアジアに渡りを日本に果たすということをずっと一貫して役割を日本に送りてきた。その基地が沖縄の米軍基地だったじゃありませんか。米軍基地は日本を守るための存在ではありません。世界のアメリカの軍事戦略の先生としての存在たちがあるわけですから、あそこを手放そうとしなかった。まあそんな流れの中で来ている。したがって沖縄基地を出撃とした米軍の核戦力を含めた米軍の軍事戦略を土台にしながら、日本がその先兵としての役割を果たせるように、自主的な憲法な憲法体制の下で、有名な日程、行動に対するのが上に立つ。
憲法の武器たち委員会が、こうした体制の中で戦争できる体制作りをやってきたのが、あの安倍さんの安保法制の2019年のあの法案改正で、と昨年の秋の岸田さんの例の安保3法文書の改定です。このさ安保3文書の改定の中に敵基地攻撃能力を有するということの方針を決めました。あの平和の党防衛党も一緒になって敵基地を攻撃をする、つまり中国を中心とした多くのアジアの人々にミサイルをぶっ放す、銃をぶっ放す、こういうことを日本が宣言したわけですから穏やかにありません。これはもう周辺がこれを今度笑うんじゃないけど、日本に変わるんだという人がここだったらその軍事の隣に行きます。何が生まれてくるかというと軍事競争ではありませんか。結局は生きたのための命を奪ってきた戦争をもう一度やれる国にしてきた、この日本の今の現状に今立っているということをしっかりと現実認識をして、どうはさせてはならない市民の声を今上げなければならない距離であります。ですから国家の暴走をさせてはならない、憲法を約束することは市民と国との約束事です。今国がそれを破ってきているわけですから、市民が黙っていてはいけません。ですから我々市民と国は今こそ声を上げ行動をし、戦争をやめさせる、我々が生きる平和的な生存権を守る責任を果たせる、このことをしっかりと国に要求をして、そうした政府を作っていくために力を合わせて頑張っていくものでありませんか。そんなことをお伝えといたしまして、私、佐藤あいて、全区議会にパッと発出できたらも、しっかりとおっしゃっていただきます。どうも、頑張っていきましょう。ご苦労様でした。ありがとうございました。それでは続きまして、山井港を生かす各市民の会の事務局長の南野さんからお伝えをさせていただきます。大きい通り突入の皆様、そしてこれから電車に乗ったり、バスに乗ったり、タクシーに乗る方、皆さん、お伝えしたいのが、戦争は嫌だ、ジャスネットの入れ、そしてお伝えしたいのが、戦争に反対し、そして、大国民に反対し、大統領に反対するために、私たちは、戦争を復活するために、世界の世界に来ました。そして、今、北政権で起きていることは、いつも国会の裏の議員会館に取り組みを挙げているんですけど、今、このような法律が既に皆さんの理解ができない、人々が理解されないような国にいると勝手に法律が作られています。そして憲法選挙でいう裏側においてさまざまな後法が通り、私たちはさまざまな参議院や衆議院の強行採決に反対しています。そして憲法改悪のさまざまな憲法審査会が行われ、連日ともに対策憲法改悪、そして改悪憲法の明文化、そして実質的な改悪というものに
踏み進んで地方選挙を第2位となっております。地方選挙で多くの人々は疲れてるんですけど、この時に無料を見込んで多くの人々が立ち上がらないだろうということで、さまざまな方法がどんどん進んでおります。そして憲法改悪の反対のことでツイッターなどで言われていることは非常事態情報反対ということで、これはなんだ、ズームで東大の教授と言うと話をしたんですけど、これは非常事態情報はウクライナにおいて非常事態情報が先定議員ということで、ウクライナの下でドイツ決戦のドイツにおいて8の家へ発展していったということが言われております。そして非常事態情報は多くの人々に分からないけど、このような感じで東大の先生に聞きますと、非常事態情報というのは例えば中国ではコロナによって家から人は出ていけないという非常事態宣言がありまして、そのような非常事態宣言みたいな外出をしていけない、このような法律が非常事態宣言であればということで、これは非常事態宣言は憲法改悪の4つのうちの1つの非常事態宣言は立ち止めの行くと行くものであります。ぜひそれは止めていかなければなりません。あと自衛隊の明記なんですけど、自衛隊は平準と一体化し、そして例えば尖閣列島なんかではそういうところでは日本の漁業船が行くと中国の船が山を釣るとかにていると言われておりますけど、このような自衛隊は今さまざまな実戦訓練を行い、ミサイルや弾薬をたくさん止める場所をこれから作り、自衛隊の基地だけシェルター化し、コンクリート化し、地下でさまざまな中国との戦いにね、備えるということを行っております。そのようなところで、アメリカ軍と一体化してるんですけども、その中で、例えば沖縄の決戦の時の時の戦争で沖縄戦で負けた海峡をお前に自衛隊が幹部がお参りに行ったり、そして北太平洋の島において元陸軍や海軍の兵隊をお参りに行き、そしてそこで島のことにおいて島の一人にね自衛隊員が刺されるという事件がありました。それは防衛庁というホームページに書いてあります。これはなぜかというと、ね、戦争中にアジア太平洋侵略戦争の時に自衛隊の陸軍が海軍が、そして一番にを取るために割り込んだから、それは必要があったんではないかと思われます。そのような感じで自衛隊が昔の軍隊にお参りに行く、そして独立神社にお参りに行く、このような中で米軍と一緒に出しているということは、本当は米軍と一緒になりながら実際は自衛隊は独自の活動をアメリカを引き抜いていこうとするんじゃないかという
考えがあります。とてもなかという感じで、とにかく今の日本はフィリピンに移動式レーダーを与えたり、そしてオーストラリアと軍隊をね、軍艦を作ろうとしていることに反対していただければならないと思います。じゃあよろしくお願いします。じゃあ頑張ろう。ありがとうございました。続きまして、ちょっと会見2つの会の片岡さんから音声をさせていただきます。皆さんこんにちは。最近ちょっと新聞でちょっとおぼろげない記憶なんですが、中国の人が日本はもう再び戦闘しないでっていうのを読みました。中国に78年前以上前、どんなに日本が迷惑をかけたか、それを決して忘れないでないと思います。そして、憲法9条平和憲法、これを今ないがしろにする軍事産業調査法案とか、軍産業予算のね、発動の、そんな法律がどんどん成立しようとしています。それにも反対していきましょう。私たちは絶対に戦争していけない、特に隣の中国我慢していきたいと思います。ありがとうございました。今日は午後1時からこの場をお借りいたしまして、戦争は嫌だ、スタッフネットからお伝えをさせていただきました。今日お配りの表示番組であり書かれておりますが、30を超える民主団体、労働組合などが接近をしています。今日はこの代表の方々からお伝えをさせていただきました。今の憲法は平和憲法と言われています。皆さん、戦後80年近く経ちますが、日本は戦争に参加しない、戦争に巻き込まれていない、こうした80年間ができました。しかし憲法が制定をされる前の60年間は戦争に次ぐ戦争、こうした時代でありました。いかに今の憲法が平和を守っている、戦争に巻き込まれない、こういう状況を作っている、この奇跡があるわけです。自民党の政治は言論に対してこの憲法を正解と思います。または政治の体制を見ることを基本にして、そういったことを許さないという意味合いで、今日の本会、そして6月1日の本会の決断の本会があります。ぜひ、先週のお願いします。それでは最後に、伝統アジアが企画ネットの住民の方から、国会をしまして、車を出させていただきます。皆さん、大変お疲れ様でした。今日は1時から、この大勢を借りて、宣伝をさせていただきました。また、同じ時間帯に、タバタイ、従業員、赤羽、近くの4駅で同じような行動をさせていただいております。ぜひ、
6月2日の半田市の予算の講演会で皆さんに参加していただきようよろしくお願いを申し上げます。また最後になりますが、大勢に一層のお仕事の皆様、また大勢にで働いている側の皆さん、本当にお体を失礼いたしました。ご協力に感謝を申し上げまして、この代表での宣伝活動を終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあカメラ見てください。よいしょ、反対、はい、ありがとうございました。十条駅は20人くらい、赤羽駅は10人くらい、ここが26人くらい。